真実。心、明日ですって？そんな急に言われても。そりゃ時間はありますけど。でも、わかりました。はい、どうも。ねえ、まさかお兄様、ジュリアをデートに誘ったの？いくらなんでも早すぎるわよね。まだ知り合ったばかりだし。違うのよ、おじさまだったの。明日ここに来たいんですって。おじさま？ジャービスおじさまよ。まったく気まぐれなんだから。あ、ジュディにも会いたいんですって。ペンデルトンさんが？ええ、明日の午後は開けといてくださらない？おじさまはジュディがお気に入りのようよ。あなたのお話が聞きたいんですって。私の話を？いけない、ペンデルトンさんにも本当のことは話してないんだ。どうしよう。ん？どうしたの？何か困ることでもあるみたいだけど。どうしよう、何を話せばいいの？おじさまはあなたのお話が聞きたいんですって。聞かないで！大きなお屋敷なんだって。サリーに聞いたよ。ジュディが育った家だから明るくて気持ちのいいところなんだろうな。お願い、聞かないで！おじさまはジュディがお気に入りのようよ。ごめんなさい、私は本当の私じゃないのよ。私はただの嘘つき、みんなを騙してるのよ。アシナガおじさま、私のことをどんな人間だとお思いですか？ねえ、どうかしたの？なんでもないわよ。あ、そうだ、今日やった問題なんだけどさ。どうやって証明するんだっけ？本当は悲しいのにはしゃいだり、沈んでいても笑顔でいたり。これパスカルの法則を使えばいいんじゃなかった？え？あ、そっか。私も慌て者ね。そっか。みんなを騙して自分に嘘をついて。ねえ、トランプしません？ジュリア賛成。ジミーやペンデルトンさんが気に入ってくれてるのは嘘で固めたジュディ・アボット。お二人の行為に私は取り繕った笑顔のお返ししかできない。ワン、ツー、スリー。だからいつまでたっても誰とも本当のお友達になれない。このサリーとさえも。またかっちゃった。え、またあなたなの？アシナガおじさま、私どうしたらいいんですか？教えてください。おじさまが見えたら私のお兄さまのこと話すの？もちろんよ、いろいろお尋ねしたいことがありますもの。ジュディ、手紙なら午後の配達じゃない？え？ああ、そうね。どうなさったの？元気がないみたいですけど。別に、ジュディ・アボットはいつも元気。
この爽やかな秋空みたいなものよ。起きた時は晴れてたわ。さあ、今日はあの気まぐれなおじさまのために忙しくてよ。手続きが大変なんだから。ジュディ何してるの？遅れるわよ。会いたくなかったら会わなければいいのよ。でもそんなことしたら。全然わからなかったわよ。あへえ、手続きってこんなにあるの？当たり前です。ここは女子寮です。女子寮に男の人が来るなんて本当ならば許されないことなんですよ。で、誰が来るんですか？ジャービス・ペンデルトン、私の叔父ですわ。前に一度お会いになっているかと。ま、やっぱりジャービス・ペンデルトンさんですって。まあどうしましょう。他にも何か規則があるんですか？あ、いいえ、その方は貸してあげますから。手続きを急ぎなさい。私も支度しますから。まあペンデルトンさんがいらっしゃる。ああ、どうしましょう。ああ、大変、ああ大変。はあ、でも雨だっていうのに面倒ね。あら、雨の方が埃が立たなくていいわよ。なるほど。それでは手続き開始。まずお役所でペンデルトンさんが本当にジュリアの叔父であることを証明する書類をもらう。次にその書類を学園本部に提出。そして交渉人の前でジュリアがペンデルトンさんを確かに自分の叔父様であると誓うの。こうよ。私ジュリア・ペンデルトンはここにいるジャービス・ペンデルトンが本物の叔父であることを神に誓いますわ。ジュディはいつも元気ね。羨ましいわ。私こんな天気だと憂鬱になってよ。だってお客様が見えるのよ。ワクワクするじゃない。早く来ないかな。ジュディ、逃げ出すなら今よ。またペンデルトンさんを騙すことになるのよ。美しいお嬢様が3人もお出迎えとは。来ちゃった。君がサリーだね。ええ。私が変わり者のペンデルトン、ジャービス・ペンデルトン。よろしく。あの、はじめまして、サリー・マクブライドです。ジュディ、この間はありがとう。いいえ、今日はまた一段とスポーティーですね。おじさま、それが学校を訪ねてくる格好ですの？私恥ずかしくてよ。そうかい？この方が気楽だと思って。さて。おじさま、私に挨拶はないのかしら。ごめんごめん。しばらくだね、ジュリア。よし、みんな車に乗って。ダメよ、まず交渉人の前で。いや、今日はピクニックに行こうと思ってね。ピクニック？でもお天気が。晴れろよ晴れろ、晴れなきゃお前の舌を抜くってね。おまじないをしてきたんだ。ほら。なんでこんな人のために雨の中を歩き回ったのかしら。ピクニックは嫌いかな？いえ、ピクニック。
最高じゃない。行きましょう。うん。うわあすごい。おじさま、おじさまが寮に入れるように私がどれだけ苦労したか。いいからいいから。素直じゃないと男性に嫌われるぞ。え？ああ、ジュリアは前に乗ってよ。私、後ろにしか座ったことがありませんの。え？ジュディは助手席にどうぞ。え？どうも。急にピクニックだなんて、おじさまがどれだけ気まぐれかお分かりになったでしょ。あら、ジュディ、窓を閉めてくださらない。ごめん。あ、ところでダンスパーティーがあったんだって。ええ、創立記念のパーティーでサリーのお兄様が来てくださってみんなで踊ったんですの。はあ。サリーのお兄様が来てくださらなかったら私たちみんな壁の花でしたわ。そんなことはないさ、これだけの美人揃いだ。そうか、私も行けばよかったな。あら、おじさまはパーティーはお嫌いだとばかり。社交界のパーティーはごめんだね。ま、そうだわ、ジミー・マクブライドってご存知？スポーツのことならおじさまも少しはご存知でしょ。ジミーね、それがサリーの兄さんなのかい？そう、プリンストン大のクォーターバックよ。将来有望な選手なんですって。そうだわ、どんな話をしたらいいのかしら。ジミーとかい？フットボールのお話ばかりじゃつまらないでしょ。男の人ってどんな話を喜ばれるのかしら。さあね、それは個人差があるから、まあ、ジュディみたいに素直に話すことさ。え？あらかじめ話題を用意しておくなんてスピーチみたいでつまらないんじゃないかな。またジュディなの？私はそんな素直なんかじゃ。素直だと思うけどな。そんなことありません。あ、おじさま、ちゃんと前を向いて。あ、ごめんごめん。道がないじゃない。さあ、着いたよ。おじさまのピクニックって探検のことでしたの？もうたくさんだわ。あ、ジュリア、ちょっと待って。何よこれは。やだ。ジュリア、ここはニューヨークじゃないんだから、降りるときは足元に注意するんだ。どうして最初にそれを言ってくれなかったのよ。ひどいわ、私ここにいます。お、ジュディ、何を始める気？こうよ。平気よ、後で洗えばいいのよ。サーリー、素敵よ、早く早く。本当素敵よ、ジュリア。ジュリアは車の中でお弁当を食べるのかい？確かにニューヨークじゃないわね。
したんですか？私だよ。へえ、何でもできるんですね。いや、それほどでもないさ。おじさま、フォークありませんの？フォーク？あれ、バスケットに入ってなかったかい？ないわよ。おじさま、このチキンどうやって食べればよろしいの？いや、ごめんごめん。バスケットに入れたとばかり思ってた。呆れたコックだわ。あら、手で食べればいいのよ。その方が美味しいわよ。いただきまーす。実は最初からそのつもりだったのさ。さあ食べて。美味しいわよ。サリーも食べたら？うん。本当、この方がフォークとナイフで食べるより美味しい。ジュリアは食べないのかい？食べるわよ。お腹が空いてたら探検なんてできませんもの。お味はいかがですか、お嬢様？まあまあね。ジュリア、これも。まあ見て、小鹿だわ。ほんとかわいいわね。いらっしゃい。逃げることなくてよ。お待ちなさい。ジュリア、待ってよ。ジュディのおかげで楽しいピクニックになったよ。私のおかげだなんて。いや、ジュディはいつも明るくてのびのびしてて、みんなを楽しくさせる才能があるんだ。そんなことありません。それはペンデルトンさんの方です。ほう、これは驚いたな。私はご覧の通りの気まぐれな変わり者なんだよ。そんなこと、ジュリアや他の人がどう言おうとペンデルトンさんが変わり者だなんて思いません。ありがとう。ジュディはたった一人の理解者だ。たった一人の？私だって自分がそんなに変わり者だとは思っちゃいない。でもね、人間って弱いから、生きやすくするためには妙に気取ったりして見栄を張ったりするものなんだ。チキンを食べる時もこの方が絶対うまいのに、これをやると変わり者。晴れた日にピクニックに行きたくても1ヶ月前から予定を立てなきゃただの気まぐれなんだ。そんなひどい。みんなペンデルトンさんのことを誤解してるんです。そう思ってくれるのはジュディだけさ。でもね、ジュディ、私はそれで構わないと思っているんだ。誤解されても？そう、そりゃ本当の自分を知ってもらった上でちゃんと判断してほしいと思うけど、無理に本当の自分はこうですなんて宣伝しなくても、ほら、ジュディのように私を理解してくれる友達もできるじゃないか。変わり者のジャービス・ペンデルトンの仮面の下には案外ジュディと同じ顔があるのかもしれないよ。私と同じ？お互い理解し合うには時間が必要さ。素直になれる時が来れば誰でも素直になれる。ジュディ、あっちに綺麗なお花がいっぱい咲いてるわよ。おじさま、せっかくピクニックに来てもちっとも楽しまないから変わり者って言われるんですよ。さあ、みんなで摘んだ花を持っててくださらない？仰せの通りにいたしましょう。でも確かに変わってるわ。え？素敵な方に変わってますけど。待ってー。確かに変わってるか。
足長おじさま、お元気ですか？おじさまからはついにお返事はいただけませんでしたけど、ヘンデルトンさんがとってもいいことをおっしゃいました。今はまだ自分が孤児だなんて話せませんが、いつか話せる時が来たらジミーに、そしてペンデルトンさんにも打ち明けようと思います。その時相手が私のことをどう思うかは神のみぞ知るんです。それまでこのことは足長おじさまと私の秘密にしておこうと思います。だからもう悩みません。追伸、おじさま、あんまりお返事くださらないと私の相談相手はヘンデルトンさんになってしまいますよ。だってペンデルトンさんってなんだか足長おじさまみたいな気がするんですもの。怒らないでください。それもこれもおじさまからのお返事がないからですよ。私の足長おじさまへ、ジュディ・アボット。サリーったら感謝祭に近くの孤児院の子供たちを招待するっていうの。ところが打ち合わせから戻った途端今度は中止するって。一体何があったの？次回感謝祭への招待状、お楽しみに。Cute.